ね、無料でも人はやるんですよ、本気だったら。で、有料でもやらないんですよ。同じです、変わんないですね、全然。そういうことではなくて、おはよう、おはようございます。昨日ありがとうございました。みんなね、起き出してきましたね。今ね、そのインドネシアのバリ島に行ってるんですけども、速稼塾の塾生さんがね、ワンサといて、私もね、自分から始まった活動がこんなにね、一緒に旅行に行ったりとかね、そのインドネシアって土地で、今年の2月にもご一緒したんですけども、いまだにこうやってね、速稼塾の活動は広島県を越えて、全国を越えて、今世界に広がっているなと。で、私6年前は単なる麻雀屋の親父でしたからね。パソコンもやったことがない、 Facebook のアカウントをやっと作った、そんなところから始めて、ずっと使ってなかったselcio@gmail.comのメールアドレス一つでね、ずっとやってきました。で、複数アカウントも全然作ったことがないですし、ね、プロモーションは1個ずつ覚えていったんで、私はアフィリエイトをマスターして、転売をマスターして、それからいろんな投資事とかね、ちょこちょこしてノウハウも全部手に入れてきましたけども、結論ね、難しい、どれもこれも、インターネットビジネスってのは全部難しい。だからやらない方がいいと思います。やらない、インターネットビジネスをずっと私は本気で取り組んできて、全部を網羅してマスターしてきて、多くの人に指導してきた結果ね、できないですよ。皆さんが一日中暇だったらいいですけども、一日もう多分ね、10時間とか12時間どっかで一生懸命働いてらっしゃると思うんですよ。その働いてらっしゃって帰った後にほっと一息つくんではなくて、ネットビジネスの最初からね、転売にしてもアフィリエイトにしても、いろんなものを覚えたりとかね、いろいろ繰り返して失敗、トライアンドエラーしながら、このね、毎日毎日30分とか1時間割けますか。しかもそれをマインドだマインドだとか言ってね、半年1年ってやらせるっていうのは、これ拷問に等しいと思いますよ。やりたくないことをやったところで、やりたくない人生が続くわけですからね。だからやりたいことをやる、もしくはやりたくないことを少なくともやらないようにして、お金だけ増えればよくないですか。だからお金だけ増えることをまずやって、で、余裕ができて、で、いろいろね、意欲が湧いてくるようだったら、私はトップレベルのインターネットのスキルはお伝えします。でも、こんなことやらなくてもお金が増えて時間が増えるんだったら、もうビジネスなんてやらなくていいと思いますよ。まあ、そういった形で、ね、昨日は書き込みをさせていただきました。で、本当に稼げるのそれっていう方もいると思うんですよ、ぶっちゃけ。本当に時間の自由ができて、本当にお金の自由ができるのかって疑ってらっしゃる方のために、私は30年の支払いですよ。しかも結果が出なかったら私は請求しませんので、皆さんが速稼塾に縁を持った方はね、自分のペースで支払いを決めて、自分のペースで支払わない金額を決めて、一応速稼塾の価格は30万って決めてますけども、価値の受け取り方は皆さんそれぞれ違うんですよ。こっちが30万だって言っても、あ、これはね、3000円の価値しかないよねっていう方もいれば、これは1億円の価値があるよねっていうふうに、受け取る人によって価値の大きさってのは様々違いますんで、私はそれはね、確実的に30万って決めるつもりはありません。ただ価格がないと皆さん困ると思うんで、一応30万っていう、まあよくありがちな値段をつけてます。でもですね、30年ローンで結果が出ない、儲からないってことでしたら、別に私も請求しませんのでね、しっかりと取り組んでいただければ十分かなと思います。まあ、皆さんと一緒にね、同じ時間このインドネシアで過ごすることをまた楽しみにしております。もしくはね、8月1日からまた帰国しますので、一人一人にお会いして、またね、理解を深めていければなと思います。基本的にやりたくないことをやっても、やりたくない人生が続くわけですよ。だと思いませんか。はい、インドネシアね、山根さんも行けるんじゃないですかね。お金も増えるし自由な時間も増えるし、インドネシア一緒に行きましょう。今度はね、来年の3月ぐらい予定しております。来年の3月までまだ十分間がありますので、その間にまあね、お金を増やしていただいて、インドネシアまでね、関空から15万円ぐらいの飛行機